810型は、イギリスの高速列車用バイモード車両である。日立製作所の A、トレーンファミリーの車両であり、5両編成33本が製造される。イーストミッドランズレールウェイの都市間列車に、用いられている、インターシティ125及び、イギリス鉄道222系機動車を置き換え、2022年から、イーストコースト本線及び、 ミッドランド本線で運行される予定である。2019年8月、イーストミッドランズレールウェイは、イーストコースト本線及び、ミッドランド本線向けのバイモード車両5両編成33本を、日立製作所に発注した。全編成が2022年12月までに、投入される予定であり、インターシティ125及び、イギリス鉄道222系機動車を置き換えることに、 なっている。当初トップス形式は800系の派生形式か、新形式804型となることが予測されていたが、2020年2月に810型となることが日立によっては発表された。日立製作所によれば、810型は802系の発展型にあたり、戦闘形状や後部標識等などが変更されて、外観に変化が出ている。また、800系、 802型では編成あたり3機であったディーゼルエンジンが編成あたり4機に増強されているほか、ロンドン側のターミナルであるセントパンクラス駅のホーム長の関係で、車体長が約2メートルずつ短くなっている。これにより車端部のオーバーハングが少なくなるため、800系統に見られた車端部の絞り込みは省略された。ありがとうございます。